まあまあ、DTP とかやってるとよくこういうレシピを書くときですね、その材料とその枚数、数量の間に必ずこの点線が連続するような表現、よくありますよね。今日はこのような表現をどのようにして作るかというのをお伝えしたいと思います。まずはですね、テキストエディターで文章を入力します。で、その時にですね、具材と数量の間に、こうですね、今青く反転しているところ、これタブです。タブを入れてください。するとイラストレーターのタブ機能というのがあって、それが認識して楽に文字を入力できるようになります。テキストが入力できましたら、テキストを選択してコピーします。イラストレーターに戻ってテキストを貼り付けます。大きさを調整します。次に制御文字というのを出します。書式メニューの制御文字を表示。ここをクリックすると制御文字が出てきます。この制御文字とは何かというと、この矢印がタブ。さっきテキストエディターで打ったタブがこの矢印になります。そしてこの Q のようなマークですね。これが開業を表しています。次にタブ、パネルというのがありまして、それを表示させます。ウィンドウメニューから書式、タブと選択します。すると文字の上にタブパネルが出てきます。で、このタブパネル、何かって言いますとですね、タブの長さを調整するためのパネルです。どういうふうに調整するかというと、このメモリのところをクリックすると1個矢印ができますよね。この矢印、この矢印を掴んで伸ばすと、もうちょっと伸ばしてみます。伸ばすとこのような感じでタブの間隔が広がるんですね。伸ばした分だけタブの間隔が広がります。で、またその位置はここの1というところに数値入力して指定することもできます。タブの長さを調整するための、機能です。しかもこのタブの、今入力したこのタブの小さなアイコンなんですけど、これを選択状態にしておいて、このリーダーというところに今回3点リーダーと入力します。3点リーダーというのは、小説を書くときによく使われる、点点点ですよね。その点を3つ繰り返したもの、これを3点リーダーと言います。今、リーダーのところに3点リーダーを設定しました。そして、Enter を押すと、タブのところが3点リーダーになりました。これでレシピを書くときに材料、そして数量の間のこの点ですね、そ
それを簡単に表示することができました。この機能がないとね、いちいち具材を書いて、点を入力して、で、枚数を書くっていうふうな煩雑な作業をしなければいけませんでしたが、タブ機能のおかげで、それから解放されます。文字組みの時に絶大な威力を発揮しますので、ぜひ使ってみてください。はい、では終わります。